はい、どうもともスレムです。踊る三万五点にね、ヒカキンが出ました。これね、分かり合えない男と女が激怒ということで、ヒカキンさんはですね、ちょっとテーマを間違えましてですね、はい、先にね、次の振られたテーマをね、先に言ってしまいまして、サンマがちょっと困っちゃいましたね。フライングしてしまって違うテーマを言ってしまいました。それちょっと面白かったですね。でさらに、まあ人のね話を全然聞かないということで、若槻千夏、あと鈴木紗理奈か、鈴木紗理奈も出てるんで、鈴木紗理奈にもう自分勝手だと、まあ YouTuber は自分勝手っていう感じでね、なんか出演者にね言われて、サンマがフォローしてましたけど、まあでもあれですね、まあちょっとテレビと YouTube はちょっとまたね違うっていうところありますね。テレビはやっぱり本当に幅広く、年齢差も幅広いし、横もねいろんな種類、いろんな人のね話も幅広く話さなきゃいけないんで、非常にね難しいところねあると思います。YouTube はもう本当にね、専門のね、人たちに、まあ、喜ばれればいいなと思うんですけども、実際本当にね、テレビって難しいんだなとすごく感じましたね。はい、以上です。